こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいの使い方なんですけども、よくこの頃フランスのジャパンエキスポなんかで行くと、よくね、日本のブームやということで言われます。で、よくインテリアなんかにもその着物のね、柄を取り入れてみたりとか、実際着物を着られてたりとかね、することも多いみたいなんですけども、まあ、その中で、扇子とか手ぬぐい、和のグッズですよね。そういったものを使って、そのフランスのものと融合するということで、ワインをですね、包んだりしたり、あるいは、誰かに差し上げるのをお土産として持っていくときに、そのワインを手ぬぐいで包むとか、風呂敷で包むとか、なんかそういったことするみたいですね。まあ、日本人でもそういったことはやります。日本のね、元はといえば一升瓶をですね、手ぬぐいを2枚重ねて作ってみたりとか、1枚でこうくくってみたりとかすることも多かったと思うんですけども、そういった使い方もします。だからね、手ぬぐいっていうのは本当アイデア次第でいろんなね、使い方ができます。まあ、綿 100% の布なんでね、それに付随するようなもので何でも、ね、使えるもんですから、ぜひね、ですからこういったアイデアでですね、使い方考えてみてください。よろしくお願いいたします。